はい、いつもありがとうございます。こんばんはです。今年もね、1年ありがとうございました。まあ12月になってからこういきなりこうね、グループブレイク始めた形式になってますけど、まあ来年どうでしょうね。なんかいろいろこうアメリカの方も変わってきてるんで、まあ来年もさらに変わるんじゃないかなというところですけどね。うん、まあ円はね、多分まあアメリカの方が金利を下げるっていうね、その圧力があるから、まあただそこでね、植田総裁が逆に日本は金利を上げるとかなっちゃうと、どっこいどっこいになっちゃうわけですよ。ずっと140円から150円ずっとこう推移するわけですよ。まあ考えてないんだろうなと思いますけどね。まあでもそうしちゃうと、金利下手に上げちゃうと、日本の場合は銀行さんもそうですしね、今住宅とかローンを組んでる方、変動金利が約7割から8割の間ぐらい、やばいよね。うん、ということで、多分まあ無理やりは上げないと思いますけどね。というかまあ余興が入りつきました。はい、政治系、はい、経済系の話大好きですね。じゃあサイコロ2つって足した合計ランダマイズです。いきまーす。はい、3と6で9回ですね。本格的に VTuber やろうかなって。あ、そうだ。ランダム、ちょっと待ってください。ランダム。ランダムの、あれだ、サイト。ちょっと待ってね。こっちから持ってくればいいんだ。これを。よいしょ。で、ちょっと待ってくださいね。もっと落とすんだ。はい。じゃあ、リフレッシュします。で、貼り付けます。で、9回ですね。いいですね。はい。1、2、3。5、6、7、8で9ですね。はい、9ターンも OK。 3の6の9回、ボトムがヒットマンさん、トップ先頭打者がドルフィンさんですね。はい、よし、はい、じゃあ OK です。いや、うん、どうなんですかね。よく、家ではね、声優やろうかなって言うと、無理やって言われます。うん、やってみたいんですけどね。はい、こちらね、右側が1番、で2番。で、交互に行って、一番下、左の下ですね、が12番となります。にゃおは、いいよね。よく家で言ってます。はい。あ、カチンコ用紙なかった。ちょっと2回目がトントン拍子でにこうご注文が入って埋まったので、これちょっと待って、先にちょっとカチンコ出しちゃうんですね。発送はちょっと明日がね、福袋の制作の都合もあるので、ちょっと明日の発送ができないと年明けになってしまうので、その点だけご了承ください。多分年明けですね、今日の2回の分は。で、箱は破棄しますんで、もし箱欲しい方は、店長にメール入れといてください。はい。中型のサイズの箱はなくなっちゃって。ブラックやりすぎちゃって。グループブレイクやりすぎちゃって。はい。じゃあ行きまーす。せーの。おお、いきなりグリーンターナー。いいっすね。はい。先頭終わった。ね、とりあえずもう、はい。来ましたね。二塁打ぐらい行きましたね、普通にね。まあ普通にホームランと言ってもいいです。ベテランのね、上位陣ですから。ターナーも人気ありますからね。うん。はい。まあグループブレイク2回目かな。まあでも多分99、150はないのかなっていう感じですよね。うん、普通に考えて。でこのパックの中もね、いいんでね。あ、鈴木さん来たな。はい、せーの。おー、ボビーウィット、いいね。はい、
でバルデスさん、ボビーウィットのグリーンですね、99。はい、ね、鈴木さんとね、ボビーウィットとターナー、うん、まあルーキーバルデスですけど、よいしょ、はい、一番ありがとうございました。そう、そうですね。オレンジでしたね、前ターナーね。で、グリーン。できるだけこう、シリアルオートのところで、まあ、ベテランか、ルーキー上位か、まあ、レジェンドのね、っていうとこだよね。TCV さん。TCV さん。いきます。せーの。お、リフだ。グリッサムですね。はい。2箱連続シリアルオートです。サインなしのリフが199で、リフオートは150なんだよね。はい。そう考えると、まあ、少ない方だよね、っていう。だってトッププロってリフオート499とかだったよね。違うっけ？ね。はい。カブレラさん、いきます。おお、ガンナー来た。今日は早めに来ましたね。ルーキーバリエーション。TCV さん。で、下にカブレラの199リーフですね。はい。ちょっと来年はガンナーの腕っぷしが、どんな太さでキャンプに来るんだろうって。めっちゃやってそうだな。はい。めっちゃやってそうっすよね。なんと。ガンナー。そんな気がする。で、さあ、ルーキーのバリエーション。うん。まあ、サインなしのインサートも、これもう一個、パックから出るような感じになるといいかもしれないですよね。はい、3箱目。ガタヒカシさんですね。いけます、せーの。お、コーレーリーさん。1回ぐらいしか見てないような気がするな。初日かなんかのあたりに出たような気がする。はい。高齢リーさん。うん。はい。マーストローズも、ちょっとずつこう、メンバーがね、変わってきてますね。まあでも、強いチームであることは間違いないですね。お、上にシリアル。ボビーウィット75。もう1個シリアル来る。はい。ベッツ。ベッツのゴールドミニダイヤモンドですね。いいですね。ボビーウィットがちょいちょい来るな。サイン来るかな。あ、ターナー。みんなこうだし。ベッツさんはちょっとあんまりサイン書いてないよね。あんま見ないもんね。はい、これが3番目。ガタヒカシさん。ありがとう。はい。で、4箱目。ガブさん。GAB さん。よいしょ。はい。じゃあ行きます。せーの。よいしょ。あ、パルメールさん。ノンシリあるんだ。はい。ラファエル・パルメールさん。まあ、ちょっとね、引退間際ぐらいに、いろいろ、こう、疑惑も出てきて。認めちゃったんだっけ。まあ、うん。ちょっとサイン入ってない時期もありましたが、まあ、どうですかね。2016年、7年ぐらいからまた入り始めたのかな。うん。ちょっと一時入ってなかったですね。その件もあってね。いい打者でしたよ。まあ、ちょっとバグってましたけどね、一瞬ね。はい。よいしょ。成績が、なんか、すげえな。すげえ上昇してるぞ、みたいな。ありましたね。お、今日はちょっとなんかボビーウィットいっぱい来んな。はい。人気出たもんな。お、今度鈴木さんのシリアル。さっき逆でしたけどね。はい。63か。はい。で、マービスさんですね。カブス、カブス。ちょっと青系が多いね。青系が多いな、今日。レギュラーもサインも。ねえ、レンジャーズでしょ。
4番目ありがとうございました。うん、なんかすごいね、ウィットね、ボンボン出てくる。はい、5箱目です。うまみさん、はい、まーす、せーの、よいしょ。お、マリンちゃんだ。ちょっとケースの構成違うね。うん、昨日とかね、初日とかとも。はい、マリンズの150ですね。うん、いやほんとね、彼はルーキーイヤーの成績とか見ていただくと分かる通りすごい、はい、うん、なんだろうな、ボテボテゴロばっかりだったっすよルーキーイヤー1割9分1割8分とか、2割乗ったなと思ったらまた1割8分とか、そういうのを繰り返して終わったルーキーイヤーでしたね。それが3割でオールスターですよ。すごいと思います。店長は応援してました。ふふ。ぽっと。はい、ボガーツですね。150。それとライリー・グリーン。まぁ、ちょっと打率はね、ちょっと波ありますけどね、年間でまだ。WBC の時はもうなんか、思いっきり三振しまくってましたね。はい、次6箱目は魔王さん。よいしょ。よいしょ。50以下まだだもんね。グリーンリフリフだよね。はい、せーの。あ、通常だ。はい。やっぱりちょっと構成違いますね。マリちゃんの通常です。今まで一回も出なかったのにここに来てね、リフト通常来ましたね。うん、 WBC 代表なんで、これ WBC の意味だったらまたちょっと皆さんの印象も違うんだろうね。やっぱりね、日本だと WBC ってやっぱりね、とてもこう神的なね、あれですけど、はい、バーランダー、お、イエリッチですね。150。と、ロッキーさんですね。ツインズ。じゃないや。クリーブランド。ガーディアンですね。よいしょ。そうですね。ちょっと、このケース、ゴールド以下が、どういうメンツで来るかが、ちょっと面白そうだな。まあ、インサートオートで、ね、ラッチマンとかあの辺が出てた方が、うん、どっちなんすかね。やっぱ翔平さんすかね。はい、7箱目マナーちゃんさんですね。はい、いきまーす、せー、よいしょ。あ、オホッピーですね。まあルーキーもまあまあありですね。通常です。ここでまだ7なので、あと5箱まだありますんで、はい、オホッピーくん、多分まあ1ヶ月ちょい離脱してなければ普通にルーキーオブザイヤー投票入るぐらいの成績にはなってましたよね、多分ね。1ヶ月半ぐらい離脱してたっけ、もうちょっといなかったっけ。はい、ストーンさん、お、バーランダーの99。あ、翔平さん来た。はいはい、消費者はやっぱ3番目なんだね。上にストーンさんいても下翔平さんじゃない場合あるから、やっぱり1番目3番目、まあベース、あとシリアル2枚とかの箱もあるから、それでずれたりするんだね、多分ね。うん、よいしょ。普通に考えて翔平さんのベースって3ケース1ぐらいでしょ？ 2.5 ケース1ぐらいか。結構な、あれだよね、翔平さんね。はい、8と9、魔王さんですね。まず8。はい、できます。せーの。あ、金がトグリア。
はい。まあいいんですけどね。ルーキーで。よいしょ。彼はこれからですね。まあ腕っぷしいいんで、まあちょっとホームランかっ飛ばせるように、来年になればってやつですね。はい。ね。結構腕っぷし強いですね。まだ期待がある。タイプ的にはまあ、ロンゴリアパイセンみたいな感じになると一番いいのかなっていうね。ゴルシミパイセンよりロンゴリアかな、やっぱり。男はロンゴリア。はい。とりあえず金が1個来ましたね。で、ネットさん。で、ジャンの75ですね。うん、55番。と、カブレラ。レギュラーってこれ、未だに、はい、チェックリスト見たことないですけど、100人口はい、8番ですね。魔王さんあれ。で、9も魔王さん。とりあえず、金1、グリーン1、リーフ2。半分、まあ、2分の1ぐらいでシリアルオートが今のところ来てる感じですね。はい、来ます。せーの。はい、あ、ペグエロか。ペグエロも1回ぐらいしか見てないような気がします。はい。で、ペグエロはベースカード見たことないような気がしますね。うん。結構終わった後カード片付けてるじゃないですか。だまあ、大体一通り覚えてきたんですけど、あ、ベースいるけどサインねえなとか、あ、この選手サインあるけどベースねえなとか、ねえ。はい、ワンダーさん。で、ロッキーさんのリーフですね。と、マチャド。うまく考えられてるなぁと思います。わざとやってんのかどうか。はい、マオさんでした。ありがとうございます。あ、で、10、11ですね。はい、みーちゃんさんですね。はい、10。はい、行きます。せーはい。ビエントスさんですね。ルーキーがちょっと多めですかね、ここでね。はい。ビエントス。まあ、メッツですからね。うん。ロサリオとか、ね、あの辺も、ちょっと後の方からこう、ね、打率良くなってきたりとか。まあ、ダノー君がね、ダノー君もキャッチャーだったんですけど、初め打率がひどくて。で、出てった後に3割打つっていう。はい、アルバレス。で、マチャドのリフ。あ、マスオ来ました。マスオさんのがよく出るかな、ベース系。結構シリアルも来ますもんね。吉田さん11だ。はい。はい、ありがとうございます。で、11箱目もみーちゃんさん。今、金一ですね。よいしょ。はい、いきます。せーの。よいしょ。コディ・クレメンスですね。はい。昨日出て初めて見たなっていうところでしたね。三男坊ですね。なんか、あれだよね。大谷くん三振取ったんだっけ？なんかね、はい、今季やってた時ね、あれコディだよね。なんか、はい、アクーニャさんですね。せーの、お、キャロルの50、金利吹きました。これはいいね。キャロルもなんかベースあんまり見ないよね。昨日ベース久々に見たなって言ってて、あんまりベース見ないっす。うん。ゴールドはいいっすね。で、デグロムが出ちゃうんだよね、なんかね。
目黒もさんなんか1番3番目にこうよくいるねみたいな、ケース1ぐらいになんかいるんじゃないのみたいな感じな出方をします。はい、キャロル51ですね。それとクレメンスさんの三男坊、はい、みーちゃんさん、ありがとう。でここだね、12番目、ここでシリアルポートを引きたい、何かしら。よいしょ。12はヒットマンさん。はい、いきます。せーの。あ、フリオ。はい、あ、グリーンあるんだね。やっぱグリーン以下のシリアルを引いてどうのこうのって話なのかな。やっぱりフリオは初だよね。そうだよね。まあグリーンチャンスもケースで2回ぐらいでしょ。うん。で金が1から2か3出たのもあったしね。うん。でオレンジが2ケース1ぐらいなイメージですから、そう考えたら4回ぐらいか、うん、ケースで、だ12箱中3回ぐらいがそこそこな選手以下を引けるね。まあグリーンいいよね。うん、ユニフォームと結構マッチしてますね。うん、綺麗です。うん、はい、だそこでまあルーキー系をね積もっちゃうか、ベテランレジェンド系が出るかとか、そこだよね。シュミットでコラスの99とディバースですね。ディバースさんもちょいちょい見ますね、ベースね。うん、はい、ヒットマンさんフリオでしたね。まあちょっと構成がなんか違いましたね。昨日のケースとかとメンバーもだいぶ違うなっていう感じで、はい、ありがとうございました。はい、で BGB のね1341がこれで終わりました。はい、42も引き続きすぐやりますので、とりあえず BGB の1341 これで終わります。はい、ありがとうございました。